皆さんこんにちは、ドルフィンズの安藤修斗です。試合も続いて、自分自身疲れも溜まっているので、今日はこちらのウェルビーさんで、リフレッシュしたいと思うんですけど、友人も連れてきているので呼びたいと思います。お願いします。ちょっと、ね、声小さすぎる。いやちょっと疲れてるから。疲れてるね、やっぱり。で今日なんか一緒にロケさせていただくっていうことで、まあ普段温泉とか行く仲なんですけど、今日温泉って思ってたらがっつりサウナや。僕らはね聞いてなかったですよね。それはただ湯船に2人で仲良く浸かるみたいな。それはもうドルフィンズさんちゃんと言っとかないさ。言いましたよ。言いましたけど、うちの候補がちょっと仕事ができなくて。いやいやいや、後でしっかりちょっとサウナ入んないでしょ普段。いや叱っておきます。後でまあね、ちょっとだからあんまりサウナ苦手な2人ですけど、まあちょっと今日は入るということなんで頑張ります。余計疲れるかもしんないけど。まあ一応行ってみようか。じゃあね、頑張ります。じゃあ行きましょう。行きましょう。これね、ウェルビー初めて？初めてです。あ、本場フィンランドのサウナが体感できる名古屋が全国に誇る街のオアシス、ウェルビー。今話題の名古屋の観光スポットをドルフィンズの選手がスペシャルゲストと共に紹介する企画、ウェルビー栄店サウナでガン決まりの巻。ここ回すんすか。え、ここここ回すんすか。ぜひ。いや誰が見たいですかね。男の着替え、女の子は別にお前ですよ。まあ、はい、ドルフィンズはやっぱね顔ですから。いやいや、やめてくださいよ。ちょっとこれ恥ずかしいから。僕はもういつも見てるんで。安藤修斗の上半身を今からお見せしますよ。やばくないですか。いつも思うんですけど、すごいですよね。背も高いし。え、でも多分今皆さんもっとバキバキだって多分想像してると思うんですけど。いやバキバキでしょ。痩せたんすよねこれ。でも全然バキバキでしょ。でも裸にこれね、出た。やんちゃ坊主やつだこれやったら。どうですかこれね。えこれやばいっしょ今格好。これ着替えますよ。やばいっすか。まず学ラン入んですよね。学ラン入れるようで多分作ってないし、ウェルビーさんこのロッカーをね。いやそうそう、学ランで来る人いないでしょ。わどうすかこれ。打ち合わせしたかのような黒。打ち合わせしないですか。二人とも黒っていうね。奇跡。試合中はじゃあこういうパンツ履いて。試合中はあれスパッツ履いて。ノーパンに。ノーパンにスパッツ履いて。長いらしいですよ。いい情報ですね。これはいい情報ですよね。まあでもこう パンツをこうすればほら見えたらごめんなさいって感じで、見えたらあのバスケットボール貼る。あのドルフィンズ。あ、それいいですね。ドルフィンズのバスケットボール貼る。サウナマジで苦手なんですよ。はい。あのちょっとスタッフがちょっとクレイジーで、はいはい、サウナどうぞっていう話だったんですけど、はい、ちょっと入り方教えてもらっていいですか。わかりました。諸説はいろいろあるんですけれども、はい、いかに整うかが重要になってきます。最初こちらの高温サウナで8分、水風呂や冷凍サウナで、2分のクールダウン、はい、その後は奥にありますラップランドに行っていただきまして5分休憩していただきます。これにより、暑いところから冷ますことで体に、血の巡りを良くして多幸感を得ることができます。これを私たちの中ではガン決まりしている状態として整うと言っております。ガン決まりっていう単語使うんですね。はい、ガン決まりしていってほしいのでぜひ。本日はサウナの魅力を、はい、なるほど、お願いします。まあ、でも僕ら知らないもんね魅力ね。知らないですからね。じゃあセットでやっていくってことですね。はい、5番セットすると3セットやるんですか。はい、はい、サウナハットがあるんですけれども、どうしてもサウナの中が熱くなってしまいまして、頭の、暑さから守っていただくという形で、はい、本場フィンランドではよく使われているアイテムでございます。サウナの本場フィンランドでは、はい、僕は大丈夫ですね。大丈夫。いや、まあ、強気でいきますよ。おお、じゃあまあなしでいきますか。かしこまりました。はい、カメラ位置的にはここでしょ、かぶっとるよ。
いや守りますよそら。思いっきり被ってるやん。俺はもうそれなしでいくよもう。いやいやいや。もうなんかおすすめされたんで被るしかないですよこの。いや今俺この絵面大丈夫ですかこのこの姿今。水野どうですか絵面は。なかなか見れないからいいこの帽子姿。これだから試合中も被ればいい。いやいやいややばいっしょこれ。すげえ目立つと思う。すごい邪魔。でも汗のかき方が全然違うんですよ二人。もう俺書いてますから。なんでそんな書いたの。いや選手ですから一応代謝良くないと、まあ、確かに俺ここ1ヶ月ぐらいライブなかったもんね。全然違います汗のかき方って。いやその期間中によって全然違いますね。僕も今気づいてなかったですけどねこんなに汗かいてるって言われる前では。でも撮影中だと僕あんま書かないかもしれないです。ライブはもうすぐ書いちゃうんですけどもうそれはもう学ランなんでどうしようもないんですけど撮影中ドラマとか映画とかもう夏の撮影とかあるんですけどなるべく汗かかないですね。ちなみに第一印象どうだったんですか。東海ウォーカーさんの対談で初めて会って ね、その時も俺あれだねあの学ランでしたね。しかも学ランででしかもちょひげ生えて、うん、ちょい割れな感じで来て。どうでした第一印象。やべえ人来たと思って学ラン来てそのちょいひげでやべえ人来たじゃんと思って確かにねあの時はまだあんまりそのなんかそのドルフィンズの顔としてシュート君やるって言ってたんですけどその写真撮るって言ってもこう笑顔が引きつっちゃう感じで結構ピュアだなっていう印象でしたね僕は。じゃあもうだいぶ今はじゃあ笑顔もうまくやれるって感じ。いやアドバイスもらいましたからその時にちょっと言ってんすよ。いやでもいい笑顔出てますよ今日。ですよね、うん、今期はねその300ポイントね回あの3ポイントやったとか、はい、あとワールドカップも行ったしね。そういう部分ではさチームにだいぶ貢献できたんじゃない。いや貢献したのかどうか分かんないですけどね。なんかもう逆にチームにいなかったんで迷惑かけたんじゃないかなと思って。いやでもそれはね俺も思うけどそのみんな俺らもバラエティの専門とか演技専門とかで、うん、その期間中いなくなるのグループからで仕事して帰ってくるんだけどそれは多分一緒だと思う。あだから帰ってきて 2日後ぐらいに試合出してもらって、うん、だからチームとの連携取れないまま出してもらって。ああそうなんだ。でもそれでもみんなはこうパスくれて好き勝手やらせてくれてみたいな。それはだからいいよねやっぱチームメイトも信頼してるからそれができるっていうことですよ。これからですねロウリュウを。ああ聞いたことあるぞ。体験していただきたいと。ロウリュウってどんなものでしたっけ。はいこちらの熱せられたサウナストーンにアロマウォーターをかけることにより大量の水蒸気が発生いたします。これにより室内温度は変わらないですけれども体感温度が急激に上昇いたします。なるほど。ぜひお二方には今から体験していただきたいな。アロマウォーターですね。へえ、香りがついてるんですか。はい、オレンジを本日は使用しております。オレンジのアロマオイルはリフレッシュ効果やお肌のスキンケアにも効きますのでぜひたっぷりとそちらの蒸気もお楽しみください。わかりました。はい、それでは始めさせていただきます、はいはい、それではよろしくお願いします。じゃあ、行こう。来ますね。結構来ますね。あ、来た。あーうわー痛い。これ伝わってるからマジで来てる。いや、ちょっと伝わってほしいみんなに今叩かれてる。発生しております蒸気のことをサウナの本場フィンランドではロウリュウと言います。ロウリュウには森の神が宿ると言われております。森の神が来てるぜ。まずロウリュウを今から熱波で腹に送らさせていただきますね。それでは行きます。しゃあしゃあ、あっつはい、行きます。うわベルビーでは前に3回、後ろに3回、最後におかわりの熱波を3回送らさせていただいております。おかわり無料ですか。おかわり無料ありがとうございます。それでは2回目行きます。うわー、熱い。うわ、めっちゃ熱い。耳がやばい。うわー、はい、ありがとうございます。それではですね、おかわりの熱波をご希望のお客様。はい、うわっ、いけ。ありがとうございます。じゃね、それでは行きまーす。いやー、すごい。ありがとうございます。いかがですか。いや、もうもらっていいっすか。はい、行きます。行きます。ありがとうございます。森の神よ、だいぶでも汗出ましたね。汗しか出てない今。
もう分かってほしい今みんなに、このカメラの前のみんなに、この汗の量で試合よりもしかしたら書いてるかもしれない。書いてるね。また加工本当だし、あーわー、これ一回頑張ってるよ。普段の銭湯より冷たくないですか。あーでも気持ちいいな。このまま痛いでしょ。疲労はやっぱある。10月が一番忙しかったです、シーズン当初は。毎週水曜日も試合があって、だから土日水って試合が続いて、週3で試合やってて、アウェイが続いて、この前は1週間家に帰れなかったりとか。映画を撮ってて1週間東京だったんですけど、ずっとホテルのベッドやったんで、ね、ホテルのベッドって、あー、わかります、疲れが全然さ違うじゃん。わかります、それ全然。やっぱ家久しぶりに寝たけど、やっぱ家いいなって思ったもんね。いや家が一番いいっすよ、うん、もうホテル、まず僕らのサイズがなくて、あーそうだよね、ベッドが、そうだよね、まず足が出るんですよ僕の時点で、うんうん、だから外国人選手とかやばいよね。あ、やばい、絶対やばいっす。まあそうだよねでもこれね、その仕事とはいえこう整うためだから、まあいいよね。いいっす、いいっす、本当になんかサウナ入りに来たって感じが、うん、あ、すごい、ちょっと本当香りする。本来はアロマウォーターですね、いつもロウリュの時間はアロマウォーターを使っているんですけれども、はい、今回はビヒタをあらかじめつけておきました。ビヒタのお水です。匂いを体験していただきます。また日本のお祓いに似た文化もございます。確かに悪い気をね、はい、邪気を追い払い悪魔を寄せつけないといった意味合いもございます。お互い怪我できないから、いや、ありがとうございます。ちょっと次の試合調子良くなりそうね。ぜひ、確かに体がちょっと熱かってくる。はい、こちらで叩くことにより血行が促進されて血の巡りが良くなっていきます。なるほど、いい。では水風呂が苦手ということでアイスサウナご用意いたしましたので、はい、どうぞお入りください。アイスサウナ、やばいこれ、いやちょっと待って、やばいこれ、いや見えてます、これ、はい、足入れてください。いやちょっと待って、これ本当に無理。ああ今入った、俺入った俺も入ってます。うーん、ちょっと本当に助けて、これ無理だ、山口さんすいません、足の感覚がないっすよ。いや水風呂が苦手ということだったので、今回はアイスサウナにご用意させていただきました。でも怖いもの見たさにちょっともう一回行きたいなって。ああはい、ぜひ。やっぱバラエティーやってるんで、さすがっすね。いいっすか、ボイメン魂見せないと。やっぱこれドルフィンズのファンの方にもね、はい、よっしゃあ、あれ、あー気持ちよかった、マジで。すごい気持ちいい。もう見てなかったんでしょ、マジここまで行ったでしょ、見てなかった。じゃあマジこれやばい、マジやばい、これは撮りましたよね。安藤さんがじゃあもう見て、絶対見といて。じゃあちょっと見てか、お父さん常連なんですか。いや常連だけど入ったことない。しょっちゅう見に来られて。もう俺は2回行ったから行こう。いやもうこれはもう、いやじゃあ最後2人で締めましょう。バレ出てくるじゃん。ちょ行ってみよう。あやばい、みぞさん見てる、ちゃんとみぞさん、みぞさん見てる、ちょっとこっちから何も見えへん。ちょっと待って、本当に寒い、ちょっとごめんなさい、ちょっと本当にごめんなさい。
肌まで行ってないで。いや違う違う、ちょっとごめんなさい、ごめんなさい、ほんとにほんとにごめんなさい、ちょ悪かったです、僕は悪かった。俺見てたよ、僕は悪かったです、ほんとに足痛い、ほんとに。いや一瞬もう流れでいいとか、ああやばい。あ、めっちゃ気持ちいい。今寝たら起きれないですね。いや、そんぐらいこうぐっすり寝れる。絶対ぐっすり寝れる。そんなに整ったっていうところ。いや、めちゃくちゃ整いましたね。断じの格好で。そう。いや、どうでしたか。いや、最高でしたね。いいオフを満喫できた。整ったね。整った。ちょっとでも心なしか、ちょっと体楽だよね。もうだって出て結構時間経ちますけど、まだポカポカしてる。そうだよね。まだ汗ばんでる。まだ暑いっすよ。ねえ。まあでもいいんじゃないですか。こうやっぱリフレッシュできてデトックスして。また試合頑張れそうですか。いや、これ多分次の試合いい結果残しそうですね。もうリフレッシュできたんで、あとはやっぱ怪我だけないよ。怪我だけないよ、うん、それは僕もやっぱ一ファンとして心配なんで怪我だけないよ、はい、僕も もちろん怪我なく、怪我なく、うん、お互いいいコンディションで頑張れるように頑張りましょう。行きましょう。じゃあ今日はもうなんかご飯食べてっていいみたいな、食べていきましょう。食べていきますか。じゃあお疲れでした。お疲れでした。お疲れでした。撮影にお邪魔したのはサウナ&カプセルホテルウェルビー栄店。男性専用のサウナで働く男性の味方としてワンランク上の癒しの空間を提供しています。そして女性専用エリアもあって、女性が気楽にサウナを楽しむことができるサウナラボ。まるで海外にいるような空間で日常を忘れ、本格フィンランドサウナが楽しめちゃいます。